まあ、最も注目を浴びていた、三笘選手に関しては、まあ、結局、ゴールとかアシストとかそういう直結した仕事はなしでしたね、この試合に関しては。この辺はどう見てますか、白鳥さん。サポート体制に問題あり、なるほど、やっぱ孤立する場面もあり、うんうん、特に気になったのは、うん、やっぱり原稿でも書いたんですが、はい、やっぱ伊東選手との、はい、まあもう言っちゃえば相性の悪さ、うん、コンビネーションの悪さですね、うん、やっぱワールドカップのコスタリカ戦に続いて、うん、今回のウルグアイ戦でも、うん、もう同じようなこうなんだろうな事象が起きてるんで、はい、この2人あの、ね、伊東選手は悪いっていうんじゃなくて、うん、この2人のプレースタイルが相性的に合わないなっていう、うん、なるほどね。だ結構その、まあ、ワールドカップの時三笘選手4試合連続で途中出場 で、うん、で今回久しぶりのスタメンっていうところで注目を浴びていて、うん、まあ、ドリブルで何度か仕掛けてみたいなシーンはありましたけど、うん、まあ、結果的にはちょっとこうボールをまた下げざるを得ないようなシーンが多かったりとかっていうのはありましたよね。やっぱりね、うん、一番気になった他にボールがここに渡った時とか、うん、ここに渡った時に、はい、三笘選手がこう行こうとするアクションが何回かあったんですよ。はい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 。でこのサイドバックからすればサイドバックの裏を取るんですね。そうで、はい、ここに通されるのが一番嫌なんですよ、うん、もう、うんうん、一番どう対処していいかわからないけど、はい、三笘選手は何回かそれを狙ってるんだけど、これにねもう気づいてるかそれともちょっと衝撃になったのか、うん、ここに出さないですよね、はいはいはい、これがねほぼ皆無で、うん、これが一番なんだろう三笘選手のサポート体制がどうかなっていう点で一番気になった点ですね、うんうん、まあ、ブライトンでよく見るシーンではありますよね。三笘選手が、うん、この組み立ての局面でいい形を作るのではなくて、うん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 、三笘選手にいい形でボールを預けるっていう形が見えなかったなって、うん、そうですね、だいたいだってここら辺からボール持ってさ、うん、単独で行くっていうで結局なんだかんだここら辺で捕まるわけでしょ。そうですね、詰まっちゃうっていう感じですね。この辺で持った時に伊藤洋輝選手結構内気味のポジションを絞ることが多かったじゃないですか、うん、で伊藤洋輝選手が言ってたのは、うん、確実に2対1で崩せるなら、まあ、思い切って追い越してもいいかなと思うけど、香織、うん、さんが詰まる可能性があるんだったら後ろで構えてる方がいいみたいなことをおっしゃってたの試合後に、うんうんうん、そういう考え方は確実あったはずで、そうだね、とはいえっていうところで、うん、僕がちょっと気になったのは、うん、まあ、近くにいる選手この辺ですよ ね、 要するに ね、うん、そうだね、左側にいる選手、うん、たちがまずちょっと距離が遠いみんな、うん、プラスこうサイドバックの選手とセンター右センターバックの選手が三笘選手結構見てて、うん、ボランチまで来てるんで結構3人ぐらいで囲まれてるじゃないですか、うん、その時にどうサポートするかっていうのがちょっとあんまり統一感がなかったのかなと思ってて、うん、で、まあ、これちょっとブライトンの例を出すのはあれなんですけど、ブライトンだとやっぱりこうこの辺の選手たちがこう抜けてきてこれ引っ張るとか、うん、サイドバックの選手がオーバーラップしてこの人を引きつけるとか、うん、でここにスペースが空くこういう動きがあるじゃないですか、うん、これがやっぱなかなかない。でプラスセンターフォワードがあのね、ちょっと中途半端な距離にいるんですよ、浅野選手が結構、うん、だからこう、まあ、なんか別にどうなってもいいっていうか、うん、ここでワンツーのあれになってもいいし、うん、こう逃げてってここにスペース空けてこう行かせるとかっていう動きとかもない、うん、だその辺が僕はちょっと気になったかな、三笘選手を生かすっていう意味では、うん、だから今大地が言った、はい、もう典型的なシーンは、はい、もう開始直後のドリブルの抜けてったところあるもうこう来るじゃない、はい、三笘選手がボール持ってこう来た時に浅野、選手ちょっとフラフラってなってましたね。これがブライトンだとこっち行くんですよ、うん、はいはいはい、1人が逃げる、ね、だこれでどうしてもセンターバックの性質上行かざるを得ないですね。ここ行かざるを得ないですよ、うんうん、これは絶対にフリーにしちゃいけないんで、うんうん、これがもう逆にもうね、三笘選手が行きたい方向完全もう逆に壁になっちゃってるんで、もうそういうだからこの時にもあれと思ったよね、うん、僕は三笘薫を絶対に中心にしろって派ではないんですけど、うん、とはいえ三笘薫っていうタレントを生かすのが今ゴールが
一番取れる可能性が高いっていうのは、それは誰もが認めるところなので、うん、なんかもうちょっとあってもよかったなと思います。やっぱりこの辺との連携ですね。だからそうこの辺で直後 の、うん、そのさっき言ったこの浅野選手の動き方からすると、はい、やはり最終フィニッシュは、うん、もう俺に持ってこいっていうのは動き方をしてた、ね、はいはいはい、で、うん、三笘選手多分それ理解したんだと思う、うんうんうん、さ後半さ、うん、今度は直後はグッといったけど、はい、ここら辺まで来て、はい、タイミングずらして浅野選手ボール出してる、ありましたね。で浅野選手はやっぱフィニッシュにこだわるなら、うん、ちょっと話ずれちゃうんだけど、やっぱあそこ決めないとダメだなと思ったし、うん、 そうですね、うん、それができないなら、うん、やっぱりここ、はいはいはい、一番やっぱこの可能性を今感じる選手をサポートする動きをやっぱやらないと、うんうん、そうですね、いっぱい点決めてくれるならそれでもいいけど、それでいい、それでいい、そうじゃないんだったら潰れ役もやれよって、やる、そう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 、やっぱそれこそサポートだし、うん、要するにチームとして得点を取るためにどうすればいいかを考えないといけないかなっていう、うん、そうですね、うん、三笘選手も課題がちょっと出たなみたいなことを試合後におっしゃっていて、うん、でその周りの選手とワンタッチツータッチで回せればよかったんですけど、ちょっと周りに人がいない時も結構ありましたみたいなことをおっしゃってて、うん、だちょっとこの発言から僕が想像するに思ったのは、この周りの選手は絶対気にしてるはずなんですよ、うん、でカオルは1対1で仕掛けるのが好きだからちょっと距離取ろうなっていうのが、逆に人がいないみたいな状況に陥っちゃったかなっていう可能性があるかなと思います。そうだね、うんうん、その辺は、まあ、そのもうすり合わせの部分だと思うので、ここはだこれは考え方で、うん、スペースがあるなら、うん、ほっといていいと思う、はいはいはい、ただ昨日は結構詰まってました、ね、詰まってた、ここ、ね、あの要するに、うん、ここのところら辺でのボールの出し入れするときは詰まってたんで、うん、これはサポートいかないといけないんですよ、うん、っていう話で、はい、だいたいスペースがあるときというのはここら辺だから、うん、やっぱどうしても距離が長くて、うん、はい、相当疲れてんじゃないかな、ね、あんなにドリブル長い距離やれたら、うん、僕結構この辺でドリブルする時あったじゃないですか、うん、いらねえなと思いながら見てたんですよ。別にここで三笘薫がドリブルする必要がないっていうか、あのね、しても相手ここだったら別にやっていいよ、だし別にこのサイドハーフの選手剥がしてもその後ろに3人いるわけで、うん、あんまり意味がないんですよね、うん、このゴンサレスが結構上手くて、うん、三笘がボール持った時にあんまり行かない作戦やったんですよ、うん、あれはなんか、あ、でもそれで僕が思ったのは、あ、三笘薫ってやっぱり結構有名になったんだなと思いました。その飛び込まないっていう、うん、だからゴンサレスが一回ここで三笘が1対1になって縦に仕掛けるか行くか、この局止めますよね、うん、回ね、局面の時に分かる分かる、これ最近のブライトの試合ではこのシチュエーションがすごい多くなって、うん、この時なかなか三笘いい形つけなくなってきてるから、だからこそサポート体制が重要だよっていうシーンを表す事象でもあったかな。伊藤選手のさ、こう確実に2体制崩せるなら思い切って追い越していけると思うし、はい、後ろでこう構えておいた方がいいって、これって俺の感覚ね、はい、これ完全センターバックの思考なのよ、はい、要するにリスクを求めない、ただサイドバックでは追い抜くのってリスク承知でやらないといけない局面もあって、チームとして三笘選手を生かすならここのパーツは伊藤選手じゃないよっていう話であって、ここで伊藤選手を使うならもしかしたら左サイドは三笘選手じゃないよって話になるかもしれないし、ね、うん、コメントでも結構ブライトンとは違うよみたいな、もうまさにその通りなんですけど、あのブライトンみたいなことをやる、クラブチームのサッカーを代表チームでやるっていうのは本当に難しいことなので、うん、なかなか難しいんですけど、まあ、とはいえ、皆さん多分三笘薫をどうやって生かすかっていうのが日本代表の今の鍵になってると、みんな共通認識としてあるはずなので、それは間違いないし、そんなね、俺ブライトンの、うん、そんなあんなさコピーができるわけないけど、うんうん、あんないい手本があるんだから、はいはい、それを参考にね、だからそこの抽出できるところをもっと抽出しましょうって話ですね。そのさっきシャトルさんがおっしゃってた浅野選手がボールをもらってフィニッシュすることだけじゃなくて、ここに逃げるとか、ここ横にスライドしていくとかっていう動きがあるだけでも全然違くはなるんで、まあ、その辺の認識をもうちょっと詰めていかなきゃいけないなとは思いますね、やっぱりね。ちょっと僕が気になったのは、その三笘薫にボールを集めたいっていうのは多分あったはずなんですよ、あったはずだけど、なんかちょっと直線的すぎるっていうか、こう
ビルドアップします、左出しますが結構多かったんで、うん、あれいつだっけかな、右サイドで作って9月か6月だったと思うんですけど、堂安選手のサイドチェンジでとか結構あったじゃないですか。 あった、あれが全然なかったんですよ、うん、なかったね。そうだから右サイドで作ってこう敵をこっち側に寄せて、敵をこっち側に寄せてこうなったで、堂安選手すごいサイドチェンジ上手いじゃないですか、うん、ブヨーンっていうの何回かあったんですね、9月か6月に、うん、だからこの形ももうちょっとあった方が、そしたら結構もうゴンサレス1対1みたいな感じになれたはずなんで、うん、あとはもう頑張ってねみたいな話になるんで、こういう形ももうちょっとその三笘薫にボールを集めるってだけじゃなくて、逆に右サイドで作ってこっち開けて左サイドで展開するっていう形ももうちょっと欲しかったなとかっていうのはありますね、うん、であとできるはずだし、堂安選手もサイド陣うまいし、菅原選手の右ね、右すごい良かったじゃないですか、うん、だからここからこういうボールも絶対蹴れるはずなんで、そういう意識がもうちょっとあっても良かったかなとは思いますね、はい、ここから、はい、ボール入る、もうダイレクトで横にちょこって出して、うん、裏抜けするっていうのもあるんだけど、はい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 、ここが合わないんですよ、はいはいはい、ここが予測できなくて、ここ結構取られてましたね、昨日は。ここの距離感もあれだし、うん、やっぱね、なんだろう、何回かトライはしてるんですよ、三笘選手自身は、うんうんうん、そのダイレクトとかっていうの、うんうんうん、でもそこがね、やっぱね、うまくいってないんだよね。あの佐藤さんが逆に三笘生かすなら左サイドバック誰がいいと思いますかって質問してるんですけど、今回の招集メンバーで言ったら、はい、もうカシーフ君ですよ。なるほどね、うん、はいはいはい、もう FC 東京でそういうサッカーしてるんで、はい、もう完全サイドバックがね、うん、インナーラップで、うん、こう高めのウイングと、うんうん、まあ、FC 東京でいうとアダ・ユートンとかとやってるので、はいはい、まあ、あとはルーキーの田原積田選手っていうのとやってるので、はい、うん、そういうのには慣れてるんですよ、ね、明らかに伊藤選手とプレースタイルは全然違うので、うん、いないですけど、やっぱ中山雄太選手は多分合うし、うん、これまでのワールドカップ前の親善試合見ててもまあ、タイミング的には合うかなとは思うので、うん、まあ、その辺はまだねちょっと怪我でいないというところも含めてあるかなとは思いますね、うん、そういうところかな、まあ、じゃあちょっと次のお話に行くと、うん、はい、